こんにちは、レイセンです。今日は10月29日月曜日になります。絶食197日目です。時間は今正午12時6分ぐらいですね。で、天気は晴れ、いい天気です。睡眠時間は今のところ7時間半ですね。結構割と寝てる。で、尿回数がすでに4回出てるところです。あとね、ここはなんか痒いんだよね。まあ関係ないかもしれない。蚊に刺されただけかもしれないけど。なんか異様に痒いですね。まあそのぐらいですね。うん、今日もまあいつもと同じで、生果汁。今日は、リンゴですね。リンゴの生果汁と、東亜ミックスと東亜ミックス。で、瞑想ですね。思考の作り込みをやっていく。まあ、夕方5時頃から新しいゲームがリリースされるんで、それもちょっとやってみたいっていうところですかね。うん、空のミストアークだったかな、その名前のやつですね。そしたら、絶食197日目始めていきます。10日ミックス作っていきます。ファミリーマートのアップルを250、多分これアップルと、あとみかんが、オレンジが少し残ってたんで、それまあ使い切ったら、これあと1回分かな、あと1回分だね。そしたら、買い出し、まあ、行ってくる。とりあえずこれ飲んで、でシャワー浴びて、あと油塗って、神棚やって、それからかな。そしたら買い出し行っていきたいところですね。あ、これ飲んでいきます。トカミックス作っていきます。ファミリーマートのオレンジを250、キッコーマン飲む調整豆乳を250。あ、一応ありますね。そしたらこれ飲んでいきます。トーカーミックス作っていきます。ファミリーマートのアップルを250。なんかね、前に入れてすぐ消しちゃったアルテールネオ、あれがなんかずっと引っかかってんだよね。なんかアルテルネオの一番最初のホーム画面に、終わりはなんか始まりとか、なんかそんなような感じの言葉が書いてあって、なんか終わりはなんか新しいことの始まりみたいなことが書かれてて、であれがなんか引っかかってんだよね。あれってアルテルネオ、前のスカイフォードプリンセスはもう完了したもんで、次アルテルネオをやりなさいっていう意味合いなんだろうかとかね、そんなことがなんかすごく頭をよぎるっていうのかな、異様に頭をよぎるんだよね。そんなことはないと思うんだけどな。別にゲームはまあただのゲームだしね、楽しめるゲームを楽しめばいいっていうだけだと思うんだけどね。なんかね、やたらと頭に引っかかるっていうのかな、あれが。アルテールネオが。だけどあれ、結構ね、カードを揃えるのに、カード揃えるのがなんか大変な気がするんだよな。
まあちょっとよくわかんないけど、なんかやたら引っかかるもんで、もう一回入れ直してみて、で少しやってみるってとこですね。なんか意味があるのかもしれないと思ったもんで、わかんないけどね。そしたらこれ取っていきます。トーヤミックス作っていきます。カゴメの野菜1日これ1杯を250ですね。これ飲んだら編集作業やって、で、まあ、5時までには終わると思うもんで、そしたら新しくリリースされるっていうゲームをちょっとやってみるってとこですね。で適当なところで買い出し行ってきます。そしたら飲んでいきます。トーヤミックス作っていきます。ファミリーマートのじゃないわ、カゴメの野菜1日これ1杯を250。今編集終わったとこですね。編集終わったとこで5時から、今レンダリング最中ですね。で5時からそう、あの空のミストワークがリリースされるはずなんで、まあそれ待ち、それまでアルテールネオをやってみようかなと思ってる。そしたらこれ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツ、今買い出し行ってきたところです。まあ、これ飲んだらちょっと風呂シャワー浴びていきますね。今日リリースって言ってた空のミストワーク、あれちょっと最終段階の点検が押してたみたいで、5時から7時に変更になってますね。多分30分後にはできるようになると思うもんで、まあそしたらそのタイミングでやりたいところですね。そしたらこれ取っていきます。トーカーミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツを250と、無調整豆乳を250ですね。結局ミストワークまだできてないですね。まだリリースされてないですね。手間取ってる感じですね。そしたらこれ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツ、空のミストワークまだちょっと時間がかかるみたいで、9時だね、どうも9時、あと30分後、もう9時にはリリースされるみたい。でも時間を最初に決めてくれてるのはすごいいいね、ありがたいっていうか、結構ね、時間を何時にリリースしますって言わないね、会社多いね、会社多い、別にっていうか、まあ言えないんだと思うけどね。やっぱ最終調整がどうなるか分かんないもんで、なかなか約束ができないっていうところだと思うんだけど、だけどまあ仕事とか休んだり休みもらったり、まあ休みの日、休みのたまたま休みの日の人もいたりすると思うけど、リリース日で今かって待って、で結局夕方になってもリリースされないっていうケースも割とあるもんで、そう、一日無駄になっちゃうんだよね。だけどこのミストワークのこの会社みたいに夕方5時にリリースしますって言ってくれてたら、
他のことできたり、予定をいろいろうまく調整できるっていうのかな。全くね、何時頃リリースするのか言わないと、ずっと街の、家で待機して待ってて、いつまで経っても、で、一日終わっちゃうっていうね。ずっと待ってただけで一日終わっちゃうっていうね。そんな風になっちゃったりすると、ね、気の毒だもんね。まあ、そうやって思うね。そしたらこれ撮っていきます。ファミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツを250ですね。ミストワーク今ちょっとやってた。先頭はオートだね。ほぼオートっていうか、スキルを、まあ、タップして使うことができたりするけど、まあセミオートって感じだね。で、まあ内容は RPG、 なんか、なんだろう、RPG らしい RPG かなってとこだね。でキャラクターは 3D で、全部作ってあるって感じ。でスキンなんかも変えれるみたいだね。であと MMO みたいに他のプレイヤーと交流が持てる感じだね。強化も分かりやすいし、とガチャがある、仲間はガチャで集めるって感じだね。でガチャは今やった感じだとで結構いいのが星4クラスが結構何枚か出るね。今だからかもしれないけど、感じです。そしたらこれ飲んでいきます。もう割と深夜0時近いんだけど、あと一杯だけ飲みます。ファミリーマートのミックスフルーツを250ですね。とコーマンの無調整豆乳を250。ギリギリですね。そしたらこれ飲んでいきます。おはようございます。今午前9時47分ぐらいです。これから体重測定やっていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中。まあ同じですね。68です。
血圧測っていきます。119-79 です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は7時間半、深夜0時から1時半までの1時間半と午前2時から8時までの6時間、合わせて7時間半っていうところです。最近はやっぱ多いね、睡眠時間が、でこの睡眠時間が多いっていうのももしかしたらいいことなのかもしれないですね。普通にまあ食事とってる状態だと睡眠時間このぐらい、7時間8時間このぐらいなんだけど、今それと変わらないぐらいになってきた。それは体がもう慣れてきたっていうことなのかもしれないんで、体がこの絶食のこの飲み物だけの生活、トーヤミックスとトーカミックスの生活にもう体が馴染んだっていうのか、慣れたもんで、たくさん寝るようになったっていう、そういう見方もできる。それだったら今いい方向に進んでるってことだもんで、これはいい傾向かなっていうふうに思います。そんなとこですね。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしってところです。飲んだもの、生果汁が 0ml、 今日は生果汁取ってない。リンゴは2個あるんだけど、今神棚お供えしてあって、でそのうちの1個を、途中で神棚から、下げて使おうかなと思ってたんだけど、結局、1日お供えなんかしたかったもんね、したかったっていうのもあるし、した方がいいのかなっていう気もあったもんで、途中で下げるっていうのがね、ちょっとためらわれたっていうのか、あと作るのはちょっと面倒だったっていうのもあるけど、そんな感じで今日は作ってないですね。で野菜ジュースは 500ml で、豆乳は 2500ml、 果物ジュースは 2000ml、 水の方は 0ml ですね。合わせて合計が 5000ml ってところです。で尿回数は14回出てます。濃さはほぼ無色からかなり薄め、あと量は多い時と平均的な量と、あと少し少ない時がありました。で、大便は0回です。おならは日中なしで、夜は少し多め。夜でもね、夜遅くなればなるほど回数が増えるっていうのかな。でね、匂いもね強くなってった、遅くなればなるほどね。最初夜でも最初の方のおならはね、匂いがしないんだよね。なんか匂いないなと思ってたんだけど、でちょっと遅くなると、あれなんか少し出てきた。で結構遅くなってきた時に出たおならは割とあるなっていう感じでしたね。匂いが割とあるな。最初の方は日中全然ないんだけど、だんだんとおならが出るようになってきて、それに伴って匂いも出てくるようになってきたっていうのかな。そんな感じですね。これは飲食物、飲んだもの、私の場合はトーヤミックスとトーカミックスしか飲んでないもんで、ここが影響してるんだろうなと思いますね。で午後6時半以降はミックスで割ったトーカミックスしか飲んでないもんで、ファミリーマートのミックスフルーツで割ったトーカミックスですねしか飲んでないもんで、ここがおならに影響してると思います。なとこですね。で、今日の気づき、一応ね、哲学なんかでよく人は何のために生きているのかっていう割と有名な哲学だよね。人は何のために生きているのかっていう、よくそういうのは問われることってあると思う。よくはないけど、哲学の中ではそういうの問われることはあるし、また各個人においてもそういうことを自分の中で問うことってあると思うんだよね。大抵の人は問うことを経験していると思うんだよね。でそれに対する答えっていうのがね、ラムさんの本には書かれてるんだよね。でなんて書かれてるのかっていうと、まずね、この世界にいるのは、みんながこの世界にいるのは自分自身の理解のためっていうふうに言ってるね。何のために自分たちは生きてるのか、それは自分自身の理解のためなんだよね。もっと言うと、その生まれる前に、こういう生き方をしてみたいっていうの思いがあって、それで生まれてきてる。そういう、こういう生き方をしたいって、その生き方ができるような場所に生まれることを望んで、そこを探して見つけて、順番を待って、ようやく生まれてきたっていう形だね。
だから人が生まれてくる時っていうのは必ず何かしたいことを自分自身の中で持っていたってことだね。自分自身でこれを経験したいっていうのを持って、で、生まれてきたんだけど、生まれる過程ですっかり忘れちゃうんだよね。忘れるっていうプロセスを経て生まれてくるもんで、何をしたいのかっていうのをまず思い出さないといけないっていうね。そこからなんだよね。ここの人生は。こういう風に生きたいっていうのがあって、あったからこそここに今こうやってこの次元に生まれてきてる、だけど生まれるプロセスの中ではすっかり忘れるようになってるんで、まずそこを自分が何をしたくてここに来たのかっていうのを思い出さなきゃいけないんだよね、そこからなんだよね。でどうやったら思い出せるのかって言ったら答えがここのやっぱり魂の中には刻まれてるもんで、ここにしかないっていうのかな、頭の中にはない、すっかり忘れてるから、でも魂の中にはそれが記憶されてるっていうのかな。だから魂に従って進むっていうしか道はないっていうのかな。そういうことだね。すごいめんどくさい世界なんだ。だけど忘れるっていうことによってそれを見つけた時の感情の高まりっていうのかな、感情面での喜びっていうのかな、それが必要なんだよね、そういうことだね。人に誕生日プレゼントとかで人にプレゼントする時、やっぱり喜んでもらいたいっていうのがあるよね。ある例えばカルティエの時計をプレゼントするとして、二十歳の誕生日にねカルティエの時計をプレゼントするとしたとして、例えばね、例えばでそのプレゼントをする相手が例えばその20年前から二十歳にそのカルティエの時計をプレゼントされるっていうことを知ってたら、20年間ずっと知ってたらどうなのかっていうね。そうすると、二十歳の時にプレゼントしたとしても、嬉しいは嬉しいと思うけど、知ってたって感じだよね。そんなに感情面での喜びってあんまり得られないと思うんだよね。ずっと知ってたら。もう何年も何年も前からその二十歳の誕生日にカルティエの時計が手に入るっていうのを知ってたら、その二十歳の誕生日でカルティエの時計が手に入ったとしてもあんまり嬉しくはないと思うんだよね。あんまり嬉しくはないと思うんだ。嬉しいけど、ずっと前から知ってたことだしな、みたいな。だけど、全然知らなかったら、頭の中に一切そういう、いわゆるサプライズだよね。サプライズ。全然頭の中にない状態で、二十歳の誕生日にカルティエの時計をプレゼントされた、全然想定しなかった状況っていうのかな、想定外の状況で、えっていうね、一番欲しかった時計が手に入ったっていう、その時のサプライズの喜びっていうのかな、驚きと喜びっていうのかな、大きいと思うんだよね。やったっていうね。それは頭の中にそういうことを、すっかり忘れてたっていうか、もともと頭になかったっていうのかな、頭にない状態だったからこそ、その感情面での喜びもうわっと上がってくるっていうのかな、でもう目いっぱい喜びを感じることができる、感情面で喜びを感じることができるっていうね、ここはでかいですよね。だから知っているのと知っていないのでは感情面の喜びの幅、振幅が違うんだよね。でかさが違うんだよね。おそらくそういうところもあって、生まれてくる時に記憶を一切忘れるようにこの世界はプログラム設定されているんじゃないかなと私は思ってる。最初から全部知ってる状態で生まれてきたら感情面での喜びがね、非常に少ないっていうか小さいと思うんだよね。全部知ってるとね、知ってたらね。だけど、知らない状態で体験するっていう時に、やっぱそれは自分自身にとってサプライズであり、大きな喜びにつながるっていうのかな。知らない状態から経験したからこそ大きな感情面での喜びを手に入れることができるっていうのかな。
だからこそみんなすっかり忘れた状態でこの世界にやってくる、その方が喜びを強く感じることができるから、感情面での理解、喜びを手に入れることができるから、逆に言えば知っている状態だと手に入れることができないもんで、みんなすっかり忘れるようになってるっていうのかな、でたまになんかそういう過去の前世の記憶とか持ってる人がいるって話はあるよね。そういう人たちはあえてその忘れるっていうことをやめて生きてみようっていう方を選んだ人たちだよね。だから忘れない状態でまあやってきてるんだけど、やっぱり忘れない状態でやってくると感情面での喜びが少ないもんで、やっぱ違うなっていうふうにまあ気づいて終わるとは思う。やっぱりすっかり忘れた状態でやってこないといけない。ただリスクが高いけどね。すっかり忘れた状態でやってくるっていうことは、いろいろまあ違う方向に落ちていく可能性もあるもんで、普通の生活をして、普通の生き方をして、普通に終わっていっちゃうっていう、そういう道になっていっちゃう可能性もあるんだよね。本当に自分がこれがやりたいっていうのがあって、ここに降りてきたにもかかわらず、社会的な意識に飲まれて、で、社会的な仕事、社会的な生活、社会的な人生っていうね。そういう方に自分が本当はこれがやりたかった、そのために降りてきたんだけど全然違うことをやっていっちゃってるっていうね、そういう方向に、まあ、落ち込む可能性もある、そういう危険性もある、なんだけど、でもすっかり忘れるっていう状態にならないと、自分がやりたいって思ったことがやれた時の大きな喜びっていうのが手に入らない。だからやっぱり忘れた状態で生まれてくるっていうのが必要なんだよね。だこの世界は非常にうまくできてるんだよね。だけどその忘れた状態でこの世界にやってくると、自分は何のために生まれてきたのか、何のためにここで生きてるのかっていうところを問いかけなきゃいけない。分かんないんだよそれがね、忘れちゃってるから、で、まあ、そのことに対するまあ回答が自分自身の理解のためなんだよね。だから自分自身の理解のためにこの世界に降りてきてるってことなんだよね。でラムさんの本には書かれてる。なのでそういう哲学の一番有名かもしれないよね。哲学の中でものすごく有名な、自分は何のために生きてるのかっていう、その答えは自分自身の理解のために今来てる、理解のためだけに生きてるっていう、来てるっていうね。で、あとまあもっと言ってるのは、この次元にいるのは神の探求のためっていうふうに言ってる。神の探求のためにこの世界に来てる。だから神の探求っていうことがやっぱり一番重要なところっていうのかな。神の探求、そしてその神っていうのは自分自身なんだよね。自分自身とも言ってる、一人一人が神そのものなのだって言ってるから、自分自身なんです。神の探求っていうのは神、自分自身の探求であり、やっぱり自分自身の理解ってことだよね。自分自身を理解するために生まれてきてる。だから神の探求っていうのと自分自身の理解っていうのはまあ同じことでもあるんだよね。同じことでもある。まあそういうことだね。で、まあ、あと人には生命っていうのがここに宿ってて、全てのものには生命が宿ってる。で、生命には一つだけ法則がある。で、どういう法則かっていうと、常に進化成長していくっていう法則が備わってるらしいんだよね。アメーバみたいにじわ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 ってどんどん広げていくっていうねそういう法則が宿ってる。だからみんな自然と進化成長するっていう方に今進まざるを得ないっていうか、進むようになってるっていうのかな。それがまあ自分自身の理解をするっていうところを促すことにもなるし、また集団意識っていうのかな、全ては一つっていう言い方もしてるけど、その全てがどんどん広がっていくっていうかな。アメーバでも一つの細胞が前に進んだら、それは前に進んだ、他の人も前に進んだっていうと、全体的にどんどん広がっていく感じだけど、まあ、それと同じだよね。個々が成長していくと全体が大きくなっていくっていうのかな。そう促されてるっていうのかな。そういう仕組みになってるっていうのかな。だから自分がすごく成長できたって思えた時は大きな喜びを感じるんだよね。感じるようになってるんだよね。
一番ね、やっぱ自分が成長できたって思った時は一番喜びを感じるようになってる、うん、そういう風にできてるんだよね。これはまあ、生命のまあ法則なんだよね。そういうものもこの世界には働いてるっていうのか、まあ、自分の生命の中に働いてるっていうのかな、そういう風になってるっていう風に今言ってる、書いてあるんですね。ダムさんはそう言ってる、うん、で、まあ、この世界っていうのは幻であってゲームの世界なんだっていう風にも言ってるんだけど、で、まあ、この世界がなん、じゃあ何であるのかって言ったら、まあ、その一つは自分の理解のためなんだけど、感情を起こさせるためにあるっていうのかな。この三次元、なんで三次元、ものをこうやって触れるようになってるのかっていうね。五感があって経験できるようになってるのかっていうね。このシステム、仕組みっていうのはなんでなのかっていうね。これは、その人のここですね。感情を発生させるためにそういう風になってるっていう風に言ってる。うん。感情だね。やっぱね、感情が一番大事だっていう風に言ってるね。この世界の全ては全部幻なんだけど、唯一幻じゃないっていうのはここの生命であり、その生命から発せられる感情なんだよね。感情こそ宝っていう風に言ってる。感情を伴った経験っていうのは永遠持っていくことができる宝なんだよね。うん、次のせ、まあ、あっちの世界に行ったとしてもね、うん、いわゆる死後の世界だよね。死後の世界、まあ、死ななくても行けるみたいだけど、うん、だからその感情面の理解、これが一番価値のあるものっていうのかな。それができるのがこの世界、三次元の世界、物を触れる世界だよね。物を触れて五感で味わっていろんなことが起きる世界。うん、で、自分の思考と感情によって自分の思ったことを作り出せるっていうのかな。望んだものを作り出せる。うん、iPhone みたいなタッチパネルのああいうものを作りたいと思ったらああいうものが作れるようになるっていう、そういう世界だね。こういうペンを作りたい、まあ、4色ペンを作りたい作れる世界だね。うん、自分の思ったことを形にできるっていうのかな。これが自分の自己表現であり、この世界でできること、でそれに伴った感情の経験、それこそが宝なんだ。それができるように、まあ、この世界はなっているし、そこに価値があるっていうのかな。そういうふうにまあ言ってるし、まあ確かにそれは理解できる、うん、こういう経験をしないとやっぱり感情面の湧き上がりっていうのは起きないだろうと思うしね、うん、そういう経験、まあ、うん、他の次元の世界を見たことないからね、比べることはできないけどね。でも確かにこの世界でいろんな経験をすることによって、その感情の湧き上がりっていうのがある、で感情の伴った理解っていうのが価値があるっていうことは理解できる話だね。理解できる話。でもただ多くの人はそれがそれほど重要なことなのか、価値のあるものなのかっていうところまでは理解が及んでないっていうのかな。感情を伴った経験っていうのがそんなに重要なことだというふうには おそらくほとんどの人は思ってないと思うんだよね。だけど実はそこが一番大きい。で、ほとんどの人が重要だと思っていることは、この世界でやっぱ生存するっていうことなんだよね。生きていく。つまりお金を儲けるとか、有名になるとか、まあ、安泰、要は安泰。だから、まあ、だから、なんていうの、公務員とか、うん、まあ、安定性のある仕事を求める人が多いとか、そういうのだよね。うん、あと、まあ、有名な企業に入るとか、うん、そういうのだよね。うん、まあ、みんなが関心を持ってるのはそういうところなんだけど、でも、ラムサが言うには、そういうのってね、割と低いレベルなんだってね。低いレベル。生存っていうのは、生存に対する意識っていうのは一番低いレベルの層の人たちっていうのかな。うん、まあそういうふうにも言ってるね。レベル、やっぱり意識のレベルっていうのがあって、7段階あって、一番低いところがそういう生存のレベル。で、一番高いのは自分は神なんだっていう、そういう意識だね。そこが一番高い。で、5番目に高いところが愛を表現するっていうね。4番目は愛を
まあ、愛するっていうことを、まあ、理解するっていうのかな、表現まではできないけど、まあ、愛を知ってる人たち、うん、で5番目は愛を表現するとこまでできる人たちっていうの、うん、で6番目は全ては一つなんだっていうのを理解できるって意識してるところとか、まあ、あるんだね。あとまあ力とか、まあ、そういうレベルのところもあったりするんだけど、うん、力っていうのはまあ自分はこうだこう思ってるみんな従えみたいなみんな従えみたいな、うん、それを広めるっていうね、うん、まあそういうの、うん、まあいろんな意識の人たちがいる。それは一度大きく7段階に分けられて、一番低いところは生存、まあ、だから要するにまあ社会的に一番安定性の高い仕事とかね、そういうのを選ぶ人たちっていうのは、まあラムサが言うには一番低いレベルの意識っていうのかな、そういうふうにも言ってる。で一番高いのは自分は神なんだっていうふうに、そこのレベルですね。でも大抵の人は、ほとんどの人は自分が神だというところまではなかなか意識が向かないっていうか、うん、そうなかなかそう思えない、そのギャップっていうのがあると思うんだよね。それを縮めていくためにはやっぱり自分がしたいこと、うん、望んだこと、本心から望むことをどんどん実現させていくっていうのが必要になってくる。まあ、望みを叶えて実現させていくっていうプロセスを経ることによって、自分の思考だよね、思考、自分が思い描いたものっていうのは現実化ができるんだ、それが強いレベルで分かってくると、ようやく自分の深いところで、もしかしたら自分は神なんじゃないかっていう、自分が神だと知っている部分、そこと同調するっていうのかな、つながるっていうのかな、一致するっていうのかな、そういうプロセスが進むっていうのかな、そういうふうに書かれてるね、ラムさんのところには。うん、まあ、自分が思い描いたものをこの世界で現実化する、その力、その恐るべき想像力っていうのかな。うん、想像力。それを深いレベルで認識したときっていう、ね、その時に自分が神だっていうところを、どっか深いところで本当は知っているんだ、うん。深いところで知っている、その部分と、同調し始めるっていうのかな、つながり始める、それによって自分は神そのものなんだっていうことをようやく理解できるようになるっていうのかな、うん、そうなった時にその一番高い意識のところ、うん、天界は7つあるっていう、その7つ目の一番高いところに入ることができるっていう。だからまあ、人はみんな好きなように生きていけばいいんだけど、最終的に目指すところはそこなんだってことだよね。遅かれ早かれそこに、まあ、みんなそこにたどり着くことになるっていう、まあ、たどり着かなきゃならないっていうのかな、そこを目指す、そこがまあこの世界のゲームのゴールっていうのかな、ゴールなんだよね。でそこに行かない限りはずっと永遠サイコロを振って、で進んで、で最後に振り出しに戻るところからまたスタート地点に来て、サイコロ振って進んで振り出しに戻る、サイコロ振ってって、これを永遠繰り返すことになるっていうのかな、うん、あるところで気づいて、その自分は神そのものなんだっていうところの理解を得て、でその振り出しに戻るっていう、このループから抜け出すっていうのかな、これはまあ仏教では解脱って言ってるけどね、そういうことだね。やっぱり人生を生きて死んで、また生まれ変わって生きて死んでっていうことを、やっぱり永遠繰り返してる人はたくさんいるみたいで、うん、だけどそこから抜け出して、自分は神そのものなんだっていう理解、ブッダ、釈迦もそうだよね。釈迦も神について知りたいと思って、で悟りを得たって、うん、悟りを得た、それによって、まあ、解脱したっていうね、うん、
でもそれはそんなに難しいことじゃなくって、ただ自分は神そのものなんだっていうことを深いレベルで気づけばいいっていう、それだけのことなんだよね。でそのためにはやっぱり瞑想して深い思索をするっていうのかな、いろんなことを考えて考えて、で答えを導き出して、で発見する、気づくっていうことだよね。まあそれだけのことなんだよね。だから別にまあ釈迦は有名だけど、でまあ悟りを得るっていうのもなんか崇高なことのようなふうになってるけど、まあ実際はでも割とシンプルなことっていうのかな、そんなに難しいことじゃないっていうのかな、ただ自分自身は神そのものなんだと気づく、それだけでいいっていうのかな、そういうことなんだよね。まあ仏教は仏教でやっぱり自分のその宗教をより偉大なものに見せなきゃいけないっていうのもあるから、まあそういう立場上のこともあるけどね。だけど、まあ釈迦がやってたことっていうのは、ひたすら瞑想して思索にふけるっていうね、ことをやってたわけだ。仕事をなんか一生懸命頑張ったりとかそういうことじゃなくて、ただひたすら思索、瞑想してて、中でいろいろ考え事をしてたっていう、まあそういうことなんだよね。でそれによって自分は神そのものなんだって気づいた。神についてやっぱり知りたいと思えば答えは与えられるっていうのかな、望めば叶うっていうのはやっぱ確かにあって、でそれはどんなことでも望めば叶う。だから神について知りたいと本心から思うのであれば、その答えも叶えられる。だからそんなに難しいことじゃないんだよね。ただ望めばいいっていう、それだけなんだよね。神、自分自身について知りたい、神について知りたい、そう本心から望めば、それだけでもう済んじゃう話なんだよね。釈迦はただそれをしたっていう、それだけのことなんだよね。非常にシンプルっていうか、なんか釈迦がものすごい特別な人っていうわけじゃなくって、割とやってることはそんなに大したことじゃないんだよね。釈迦も、そんなにすごいことやってたわけじゃなくて、ただ自分は神そのものなんだっていう理解を得たっていうのかな。まあそれだけのことなんだよね。まあそういうことですね。でまあそんな感じですね。哲学、有名な哲学に対する回答っていうのはラムさんの中に書かれているよっていう、まあそういう話ですね。でやっぱり自分が何かを望んで思考して、それを実現させるっていうプロセス、これを経験する、感情の理解を伴って経験する、それによって自分自身の理解を得る、それによって神の探求を進めていく、で最後は自分自身は神そのものなんだっていうところの理解を得る、こうなった時に釈迦と同じレベルになるっていうのかな、なるし、それがこの世界のゴールっていうのかな、ゴールなんだよね。だからそこにみんな向かうといいよっていう、そういう話だね。そういう話だから、要するに自分がの本心から望むことを実現させていけばいいよ。それだけだね。それができれば自分自身の理解にもなるし、神の探求にもなるし、進化成長にもなるし、あと感情面での理解っていうのかな、これをラムさんは英知っていうふうに言ってるけど、英知を得るっていうのかな、それら全てができるようになるもんで、まあシンプルにそういうことだね。夢を実現させていけばいい、ただそれだけでいい。あまり考えなくてもいい。自分は何のために生まれてきたのかっていうのは、魂の中に入ってる自分が方針からやりたいことをやるためだ、それは自分自身の理解のためだっていうことなんだよね。で最終的にそれは自分自身は神そのものなんだっていう、そこに行き着くためなんだ、まあ、そういうことだね。そしたら今日の気づきはそんな感じです。計測時間は午前10時頃計測しています。体重 59.75kg プラス 0.3kg の増加です。今日5000取ってて 0.3kg 増えてる。昨日は5800で 0.1 キロのマイナスっていうことを考えると、今日は割と増えてますね。
まあそういう時もあるでしょう。割と、まあ飲んだものの量に限らず、やっぱり増減するもんで、その辺の影響かなとは思う。まあ思考の関係かもしれないですしね。で、BMI は 18.9 でプラス 0.1 の増加です。体脂肪率は 11.4% でマイナス 0.3% の減少。体脂肪率もまあよくわからない感じで増減するんで、まあ気にしなくてもいいかな。で、血圧119-79、最高血圧プラス4、最低血圧マイナス5。これはまあ、誤差の範囲内ってところでしょう。まあ、最高血圧ちょっと高めですけどね。で、脈拍76でプラス4ですね。まあ、脈拍も、まあ、誤差の範囲内でしょう。おそらく。で、ウエストは68センチで変化なしってところです。まあ、そんなところですね。生果汁をちょっと取らなかったけどね。まあでも、神棚をちゃんとお供えしといた方が私の気持ちとしてはね、落ち着くもんで、まあこれでよかったかなとは思う。明日はリンゴジュースですね。リンゴ1個使ったフレッシュジュースですね。生果汁作っていこうと思ってます。そしたら、絶食197日目完了です。それではまた明日。